デニム生地デニム生地の拡大デニムとは、デニム生地のこと。本項で詳述する。ジーンズ一般のこと。正式な表現ではないが、若者やメディアで使われている。デニム生地は、10番手以上の縦糸をインディゴによって染色し、横糸をみさらし糸で綾織りにした素材が綿の厚地織布。生地の裏側に白い横糸が多く出るのが特徴。ジーンズに使用されることが多いが、カバンなどにも使用される。近年の紡績技術の向上により、様々なデニム生地が生まれている。フランス語のセルジュ・ドゥニームが語源とされている。横糸に綿以外の素材を用いたデニム生地も多く、麻、ウール、シルク等の天然素材はもちろん、レーヨン、ポリエステル、ラメイト、さらには、金糸、銀糸、プラチナ糸等の衣料ではあまり使用されない糸を用いる場合もある。紡績技術や染色技術の向上により、縦糸横糸ともに、麻 100% やレーヨン 100%、シルク 100% のデニムも存在する。オンスという単位で表され、1平方ヤードの生地の重さを表したもの。一般には、オンスイコール生地の肉厚と思われているが、それは誤りである。1オンスイコール 28.3 グラム弱。1平方ヤードイコール 0.84 平方メートル。ジーンズには一般的に14オンス前後のデニムが使用されている。10オンス未満のデニムをライトオンスデニムと呼ぶ場合がある。3、一羽両生地の右上から左下に、もしくは左上から右下に流れている線をハスモン線という。縦糸が横糸の上を2本、横糸の下を1本、交差させておる場合を3つ綾と言い、縦糸が横糸の上を3本、横糸の下を1本、交差させておる場合を4つ綾という。2、1両と3、1両とでは、ハスモン線の角度は、もちろん、生地の表面に現れる横糸の比率も異なるので、見た目の風合いが全く異なってくる。2、1両の方が、横糸の見える比率が大きい。縦糸、横糸の漢字表記はそれぞれ、縦糸、横糸である。一般的には3、1両のデニムが主流となっている。左が Z より、右が S より一般的にデニムは右綾だが、逆の左綾もある。右両の代表格がリーバイスなら、左綾の代表格はリーである。糸のより方向には、左よりと右よりがあり、単糸のよりは、特殊用途のものを除き、通常は、左よりである。糸のより方向と織物のあやめ方向の相性により、左よりの糸を逆方向の右両で織ると、緩みが生じるが、糸のより方向と同じ方向の左両で織り上げると、糸のよりが締まって、うねが立つ。よって、右両デニムのざっくり感に対して、左綾デニムは、表面がフラットになり、光沢感やソフト感が生まれる。また、当たりが強くなりはっきりとした縦落ちになる。ちなみに、ブロークンツイルデニムを最初に取り入れたメーカーは、ラングラーである。綾織物に発生しがちなねじれを解消するために1971年に開発された。以下は、日本国内においての主要生産地及び製造業者である。三蘇内地方に多くの製造拠点、メーカーがある。ありがとうございます。